ビリヤードやりましょうか。キューボールプレイ。CPU の強さ、パ。CPU の強さ、やばいで、勝負だ。ちょっとね、前にね、配信で、一回やって、その時普通には確か勝ったんだよね。で、すごいと、なんだっけ、まあ、とりあえず打ちます、ブレイクショット。すごいと、なんだっけ、なんつったっけ、すごいと、あ、強いとすごいだっけ？なんだっけ？ちょっと忘れたけど、やばいの一個下と今戦ってたんだけど、これすんげえ時間がかかります。マジで。マジのガチで時間がかかります、これ。さっきの勝負すんげえ時間がかかったもんな。勝てたからよかったけど、あれ、勝てなかったよ。もう大変ですよ。次は4番だね。で、最終的に入れたボールの数じゃなくて、9番？今、中央下にいる黄色と白の、あのボールを、穴に入れた方が勝ちなんですよね。だ相当時間かかりますよ。9番以外を入れたとしても、最終的に9番入れられたらおしまいですからね。おまけですから。なかなかせちがらいっすよ。結果がすべてっていう感じですね。過程は一切無視。これ5番取られたな。まあいいでしょう。次の6番かなり大変な位置いるからな。多分取れないんじゃない ?6 番。どうやってやるんだろう。クソうめえ。びっくりした。クソうま。そっかそっか。手番のボール、手番というか、入れなきゃいけないボールに当てて入れれてもいいんだよね、確か。そうだそうだ。そうでした。今うまかったね、マジで。ガチでうまかったぞ。さすがに腹減った。うますぎて。やばい、ファールならな、ファールなら、止まれ。よし。こう。手腕のボールが入っちゃうとファールなんですよね。で、相手は好きな位置から、打てると。4番取られたな。いいセンスだ。5番は黄色だったっけ？あ、黄色難しいだろ、これ。じゃあ、オレンジ色だな、あれ。どう見ても。人参の色だ。これ難しいだろ。えっぐ。エッグ、うまっ。プロかよ。6はさすがに無理。直接でも無理だろう。おう。よし、ナイスファール。ナイファ。非常に厳しいですね、これ。距離的には多分下を狙った方がいいな。ここだな。若干寄せて。はい、ナイス。あ、7番もいけるか、これ。いや、7番きついだろ、これ。上、中央の穴狙うか、下壁反射して、こんぐらいだろ。えぐ。うまっ。狙ってはなかったけど、うまくいったね。結果が全てだからな、結局。これも中央狙う？いや、多分距離的に、右上の穴狙った方がいいな。こんぐらい。うわ、惜しい。惜しかったね。うわ、これ8番入れられそうだな。そうすると9番も危ないな。
ちょっと待って、ここら辺から相手がミスることを祈らねえと。え？ファールですやん。ラッキーラッキー。イージーイージー。テイクイットイージー。止まれ！はい、止まった。俺の勝ち。しかし待てよ。え？あ、出た。ああ。ちょっと待ってね。こっから、下壁反射して上壁行くでしょ。で、そっから9の、右上あたりに当たって、左下のポケットに入れたい。アルファベットの N の字を書くようなイメージ。書き順はめちゃくちゃだけど。N。斜めにした N の軌道を描くような感じでイメージ。こんなもんだな。やべ。今、力強く弾いたんだけどな。なんかうまくいかなかったな。もうちょい溜めなきゃダメだったんかな。力を。これ入れられるか？え？トリッキーだね。あえてそっから入れるんだ。うわ、うますぎ。折れるわ。さすがに掘れる、それは。ちょっと待ってね、6分でしょ？まだいけると思うわ。多分いける。これどうやって強く弾くんだろうな。おお、強く弾けた。そして吸い込まれるより入ってったぞ。すげえ。こんぐらいだな。おお、イージーイージー。ちょっとあの、転がる余韻を、めんどくさいんでスキップしますね。でね、CPU ね、結構、あれなんですよ。考えて、打つんですよ。だから時間かかっちゃうんですけど、これファールですね。次は4番か。難しいぞそれ。え？ファールじゃねそれ。何やってんだこいつ。イージーイージー。一旦こっから。ああ。から入れます。次5番ね。 OKOK。 5番は上壁反射で下の中央の穴入れるか。イージーイージー。コンピューターすげえ考えんだよ。早く打てって思うんだけどね。そこは紳士ですから私。声には出しません。早く打てなんて声には出しませんよ。上壁反射で5番に当てて、入れるんとかっこよかったんだよね。やばい、これ5番を狙って9番入れられるか？いや、大丈夫か？この角度だったら大丈夫。うわ、ごっさんです。ありがとうございます。やばい、足りるかこれ。やっべえ、しくった。足りなかった。くそ。まあ5番入れたところでね、最終的に9番入れたやつが強いんで、大丈夫です。9番を入れたら勝ちなんで大丈夫です。これあれなんだね。小さい数字のボールを弾いて、9番を入れるっていうのもありなんだね。ただただ小さい数字から入れてくんじゃなくて、小さい数字のボールを使って9番を入れるっていう
の上級テクニックもあるのかもしれないね。こいつはファールだ。ならば入れよう。このぐらいかな。で、若干調整して、レディゴー。オッケー。で、8番は、下壁反射で、中央の上の穴入れちゃおっか。こんぐらいかな。なんかね、強く弾けるときと弾けないときがあるんだよな。これ、わかんないと、この勝負、厳しいぞ。ゲロウマ。ゲロウマ。ゲロウマピーナッツ祭りじゃん。ちょっと何言ってるかよくわかんないけど。頼む、入れんな。はい、ごっつぁんゴール。勝ちましたね、これ。さすがに勝った。落ち着いて。いや、さすがに勝っただろ、これ。来た。クリアです。CPU レベルやばい。クリアです。ありがとうございました。これ、イージーでしたね。かなり。今、やばい、勝ったよね。勝った。うん、勝った。イージー。イージージージー、ベイビー。すいませんでした。ありがとうございました。